また騒ぎに来た連中がたくさんいる。ね、マスクしてるでしょ。で、喋ってる内容と多分違う内容が聞こえてる。こっちも聞かされてるから。で、通報。仕事させなくていい、あの連中。金回しやっとうわ。もうまず間違いない。あるけど、普通に。税金、出元税金。医療業界の経験者の人間同士で仕事回しやってるんじゃないですか。もうこれもう確定ですよ。で、あんな映像今まで何回も映してる。なのに、晴山整骨院にまだ仕事を与えてるこの行政って実態何です？厚生労働大臣に竹見がいるからですか？あいつ医者でしょ？ウィキペディア、自分で書くもの。すぐ捕まらなあかん。インターポール。国際司法裁判所。で、医療業界、世界中の医療業界の医者経験者を絶対上に上げたらダメ。議員とかに。上がった瞬間、一応法律上選挙は通るけども、すぐに調べて逮捕。コロナウイルスとかの結局生物兵器作ったのはあの業界だから、まあ、化学業界の可能性もありますけども、その両面で調べた方がいい。まず間違いない。次何し始めるかわからない、本当に。どんな感覚のどういうふうな生き方をしてきた人間なのかわかんないから。もともと L 業界の人間とか、僕もいろいろなもの見てみましたけども、医療関係のナースの学校の人間の連中多いでしょ。っていうことは、医療業界の人間が L 業界だった人間がたくさん混ざっていたって、これが普通に考えるのが妥当。もう最悪のケース。でももうその話で、その警察官の方たちもね、今までその簡単に精神病院に連れて行ってたけども、いやもう罰金刑で終わらそうって。そういう、心の切り替えっていうのを、そういうふうに、してもらえますか。